う時間ねえってゴールデンウィークなんて。桐沢圭一です。高畑舞です。まず視聴者並びに関係者の皆様、家族全員にこの度は俺の身勝手な行動により妹を裏切り傷つけてしまい、心より深くお詫び申し上げます。本日はいつも応援してくれているファンの皆様に伝えなければいけないことがあり、今緊急で動画を撮らさせていただいております。僕たち兄弟は先日行った撮影で死にかけてしまいました。冒頭の映像を見てもらった方ならわかると思うんですけど、今から全てその映像はお見せするので、ガチの釣りとか一切なしで俺たち兄弟は死にかけました。その原因については全て僕にあります。まずは妹の方から話してもらいます。もう本当にあの時この場から消えたいって気持ちが強くなって、この家で生きていくことは無理やと思ったし、私は事件が起こった撮影した日は焦っていて、午前11時半までリモート授業を受けていて、その後兄に頼まれていた動画撮影に挑んだのですが、寮にはこの日の撮影の際は16時半には終わるようにという約束のもとで、そのこの動画を撮ることを了承してもらっていました。撮影は甘いもんじゃないと自分の中でもきちんと認識があるので、その日はもう専念して自分の部屋でオープニングを撮って、いつもだったらそのお昼ご飯を食べて動画撮影に挑むんですけど、この日はあのお昼ご飯も食べないで集中してやろうと思って挑んでいました。とにかくこの日は私はちょっとご飯を食べるっていう余裕もなくて、それはなぜかっていうと、あの久しぶりにその帰ってくる友達と会ってその晩ご飯行くっていう約束をしていたんですよ。なんだ飯ぐらいって思うかもしれないんですけど、私たちの年代の女の子にとっては時間や約束ってめちゃくちゃ大事じゃないですか。友達との待ち合わせは夜18時で、その前にお風呂を入っておしゃれしてって、なんかなんやかんやしてたら絶対に6時になっちゃうじゃないですか。だからどうしても16時半には撮影を終わらせたいっていう気持ちがあったんですよ。私自身最初から約束した時間とかを破るのは本当に嫌やし、どうしても守りたいって気持ちがあってとても焦っていました。前撮りを済ませリビングに行った際に、家族がみんなたわいもない会話をしていて、そこで今日の事情を説明して理解してもらおうと思いましたが、その矢先父がいませんでした。40分のロスをすでにしているにもかかわらず、マイペースな父は昼ご飯を食べないとやる気が出ないなどとわがままなことを言って、亮とお母さんは遅れた父に対して文句を言って、父親も反論し始めたんです。もちろん時間がない私が一番イライラしていたんですが、ここで文句を言い争ったとしても、その時間が収縮するわけでもないし、ここで文句を言ったとしても何も変わらないと思ったので、ここは怒りを抑え、そのキャバクラ嬢並みに甘い声でお父さんにもうやめよう、とりあえず頑張ろうみたいな感じで声をかけました。この日の動画の思考がシーンが細かく分かれており、なかなかスムーズに進まず、一つ一つも過酷だったのもあって、休憩取るのも仕方がない状況だったんですが、うちの家族みんなヤニ中毒だから、その都度一服するんですよ。なんでみんないちいちタバコ吸うんか本当に理解できんかってんけど、前は休憩せんと、まあ、水分だけ取って頑張っとるのに、タバコなんてさ3分とか4分とかめっちゃ時間かかるわけやん。しかも親父なんてさもっと時間かかるわけよ。どれだけイライラすることか。何にみんなタバコ吸って、なんかすっごい長引くわけやん時間。文句言いたいのも山々でしたが、ここで怒ってもしょうがないと思ってすぐいい雰囲気作りに努めて撮影に挑みました。家の中の撮影が終わったのが15時で、外ロケに行く前にサムネ撮影。毎度毎度のことなんですが、寮はサムネにすっごく時間をかけるんですよ。本当申し訳ない。1ミリたりともずれたら終わりみたいな、なんかその気違いみたいなさ、その感性やめてくれんけ。いやだからそれ動画の顔やしさ、サムネって、だからそこに全ての力を注がんなんて思ってしまうんや。いやだって皆さん聞いてください。例えばね、このピースがあったとします。ちょっとこうなっただけでダメなんですよ。わかりますか皆さん。だから本当にそこは反省点であり改善するところであるから、そんないつも細かくサムネ誰が見るんって思うんですけど、そこで NG を食らって私はもっともっとイライラしましたが、そこも我慢して平常を保ち、外ロケ撮影が始まったのが16時。これあと本当に30分で終わると思って寮に確認を取ったんですが、終わるわけないやろ、終わっても17時や
というふうに言われて、その日亮に対して約束と違うと文句を言ってしまったんです。そしたら亮が、親父が撮影に遅れただけで俺はちゃんと約束守っとると言い出し、横で聞いていた親父が、いや亮の段取りが悪いだけやし、だいたいサムネに時間取りすぎねんてと言い出し、二人で口論になって喧嘩が始まりました。とにかく外ロケに行くように促し、その場を収めロケに行って、ロケとは言ってもほぼほぼ家の周辺で撮るし、17時には終わる、もうちょっとで終わると思っていました。17時にはなってしまったけど、30分の遅れなら取り戻せると思って、準備しようと思ってリビングに戻った瞬間、今ので絶対終わりでよかったやんと思ったのに、シーンを追加するようなことばかり言ってくるんですよ。本当にそれでもう怒り沸騰です。りょう何言っとるん、もう17時やよ、もうさすがに無理っていう風に言ったんですけど、りょうはダメ、今からまだ撮るっていう風にカメラを向けてきたんです。りょうはだんだん発言が荒くなり、そのりょうの発言に対し父母も綺麗だし、そんなやり取りを見るのも嫌やったし、私自身寮に裏切られたような気がして、もうこの家マジで出てこうっていう気持ちになって、それで私は閉じこもったのですが、兄貴は普段の兄貴じゃなくなっていて、そのドアをぶち壊して蹴って入ってきて、私をリビングに連れ戻そうと必死で、もう本当にその時お兄ちゃん暴力的で、何個もあざできたし、なんて言ったらいいか分からんけど、一緒におったらダメやなって思った。その時点で私はすごく泣きじゃくってて、動画を撮れる状況じゃないのに、それでもまだカメラを向けられて、マイ笑顔というふうに言われて、そこでもまだ耐えられず、私は家の外に逃げました。その時正気を保っていなかったお兄ちゃんは裸足になって私のことを追いかけてきて、そうですね、町内を15分ほど走り回って、でもその時私は自分のことしか見えなくって、ここにはいられないっていう気持ちが強くって、どうしても逃げ出したい気持ちでいっぱいで、でも頼るあてもなくって本当に辛かったです。寮に捕まえられ、リビングに連れ戻され、その日の動画のクランクアップを告げられた瞬間に、私はその場にあった納豆を寮に投げつけ、また荒木社長のひげ剃りを叩きつけてしまいました。もうブチ切れましたよ。私はその瞬間 YouTube やめると言い放ったら、私の言動に寮だけではなく父母も非難してきて、私に説教してきたんです。母からは、仕事なんてそんな甘くないからね、残業なんて当たり前やからね、本当にあんた甘すぎるっていう風に言われました。そんなこと分かっとるし、でも私は寮が時間を守ってくれんかったことに対して本当に信用を裏切られたっていうか、友達とずっと約束しとったことで寮にも言っとったのに、前置きとかも早く取ろうって言っとったのに、お兄ちゃんは11時半からでいいとか言い出して、で前は11時半に取れる状態やったのに、お兄ちゃんは11時50分に取り出したりとか、自分が何回も何回もタバコ吸うから遅くなってんろ。だからそうやけど、ただ結果的に前置き早く取っとっても親父が来てないわけや、親父が寝坊するから、だから一緒に起こせばよかったよ。だから一緒に起こしたとして、それで今回あったらじゃあどうするつもりだった。いや起きるし、起こさせるし、絶対に。じゃあそう起きんだらどうするか、めんどくさい、また始まるからやめてくれんけ。いやだからそれは申し訳ないと思ってる、俺も悪いところあったよ。でも一人一人家族に悪いところがあったと思うんやんで。まああると思うよ。でももうムカつく、もうあんたと喋っとってもらっちゃあかんからいいわ。それ違うよ、今回そういう動画じゃないやん。あの撮影日があった日から本当に次の動画撮影の時も撮る気にならんかったし、もうあんたとは関わりたくないし、目も合わしたくないし、話したくないと思った。だから俺は本当に申し訳ないと思ってる。ただ、うん、俺にも非があったけど、家族全員それぞれダメな部分はあったってことはちょっとみんな痛感してほしいっていうのはある。わかるよ。でもさ、あの言い方は良くないよね。なんか前が時間迫っとる時に、あ、もうダメやから、あ、6時やわこれとか言うのやめてくれんけ。そう言い方はあるな。だから6時に友達のところ行かんのやったのに、あんたはあ、もう6時になるからとか、は ?6 時になったら何も前用意できんで、こんなビチャビチャの臭い頭の中でいかんなんてことってのあるやん。まあそうやね、だから俺の言い方もあるけど、ただ何気親父が遅れてきたことにも理由はあるってこと。まあ言い訳でしかならんけどね、それは。あんたの言葉選びが悪かったんや。もっと優しく言い方ってものがあるやろ。本当に解散しよう。それだけはやめんで、本当に。なんで？だからそこは俺が確実に改善していくから。何それ、自分の意思ってものがあるねんって。こっちだって前は前の前ってものやし、それは前の人生、人権ってものがあるから、前の人生あることは分かっとねんけど。いや人権があります、本当に。あんたの前じゃないねんって、うん、前は自分のものやし、前は好きなように生きていきたいよ。あんたの好きに生きればいいやん。でその通りええんけど、ただでもお前に協力してもらんだら、このチャンネルはもう確実に終わるから。勝手に終わればいいじゃん。そう終わればいい。じゃ前がおらんようなチャンネルなら、前おらん、もうやらんよ。だその通りや。じゃあ3度目が起きたら前もうやめるから。全部行動に示していくしかないよね。ねえねえ、これダウンだけ許さんなの分からんけどさ、本当に無理ねんってね、あんた通るの、うん、これ一件があるだけですっごくやむし、でマジ暗くなるし、普通に生きていきたいし、
YouTube なんてやってなかったらもっと平凡やったやろうし、こんな争い事もなかったやろうし、大変なんですよ皆さん。お金稼げると思うじゃないですか。よく周りにお金やっぱりいっぱいあるねんろうって言われるけど、それよりも大事なものを失っとると思うねんってね、自分的に。24とかでさ、この喧嘩することは本当に俺やばいと思うし、しかも動画じゃなかったらこんなに俺気性荒くはならんねんで。グループ YouTuber も大変やと思うよ本当に。カップル YouTuber もみんな別れてっとるわけやからさ、それほど YouTube ってそう人間関係が崩れてしまう職業やと思っとる自分は。お母さんも言いたいことあるならちょっと来て。なんか言いたいことっていうか、とにかく家族でやっとると甘えが出とる。お互い好きなこと言い合いできるやん。他人がグループ YouTuber やったらお互い気を使い合って多分まあ嫌なことあっても我慢すると思うんやん。だけど家族っつったらもう思ったことそのまま口に出しとる。私もそうやけどね。りょうと前にやっぱ自分の子供やから思ったことそのまま口に出して、私が言う、りょうが言う、前が言う、もうだん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 すごい喧嘩になってくわけ。絶対その通りに行くってことないげまい。みんな頑張っとって、あの日一つの動画、例えば一個の場面でも一回で終わるシーンもあれば10回までかかるわけや、時もあるわけ。そうなったら時間って押してくるがいね。いきなり残業になりました。例えばプライベートの用事があるとさ、普通の会社員で今日6時から友達と待ち合わせしとる、でも今日どうしても終わらせない仕事があってそれが終わらんかったし今日残業になったっつって、みんなプライベートの方をキャンセルするわけ。確かにもともと YouTube は寮が始めたかもしれんけど、今私はもう結局協力するって決めて一緒にやっとるわけやから、仕事やと思ってやってほしいね。遅れると思ったらすぐに友達に電話すればよかったやん。今こんな撮影しとってちょっと遅れるし、さっき行っとってとかいろいろなんとでもできたと思う。戸も壊れんし、ドアも壊れんし、外行って走り回って近所の人に恥ずかしい思い見せんでよかったやん。あんた怒って寮の部屋に閉じこもったやろ、うん、その時あまた寮怒ってドア叩き破るわってすぐ分かったし、前絶対鍵閉めたらダメって言ったやん。それはもともと根本は俺がいつも追いかけて、その俺がドア壊すからダメなんだって、前は部屋閉じこもることはまあだから仕方ないと思う。だからあの時に前が、まあ、もし閉じこもるとする、でも前は出かけんなわけやし、結局出てくるわけ。待ったればよかったやん。でもさ、ママもさ怒るとこ違くない？何が？だって前は閉じこもりたかったやん、もう無理やと思ったから、うん、だからないね。でも、うん、そこで怒るのは寮でしょ。寮を壊すかはダメなんや。だから寮のことを押さえつけようと思って後ろから言ったけど、私はもうね、おばさんで、この子23歳の若者、体の大きさも違う。もうなんかさ、かけるげん。寮のことは諦めとるやん。だから閉めんといてっつって、この子絶対もう気違いになるもん。じゃあ寮もさダメやって。だからそこは俺が改善していくから、ただ前のことをそこまで攻めんといてあげてほしい。そうね、だからあんたちゃんとして前のこと攻めんといてあげてほしいって。じゃあ元からそういうことすんね。だから本当に申し訳ない。別に前のこと攻めてないよ。お前シスコンとか言っといてなんねんて。もう疲れた。この話をするだけで本当に体力使うし、もう話したくないねん。できればこの話は、例えばこれが他の人と動画撮っとるとすれば、前は絶対にみんな時間守っとると思う。なんか家ってさ、居心地のいい場所っていうやん。安らげる心が安らげる場所、前からしたらこの家におるってことがすごくストレス。いやみんなそうやよ。だからそこはストレスにならないように改善はしてこい。そんな完璧なうちなんてないし、みんないろいろあるねん。どのうちも何にもないうちなんてほとんどないからね。でもさ、お母さんも今片付けんでいいのに、今片付けなんなりませんみたいな。だって動画終わった後に誰片付けるもん。だからみんなで片付けるよ。片付けてないよ。片付けとるやん。だってスライムの時だってみんな協力してくれたやろ。あん時はね。で、あん時はねじゃないやん、全部前だって。あ、じゃあこれからよ。これから何もせんよ。は？一緒なだけしかせんよ。てかママがママしかせんと思うのは、その時ママが片付けるからね。じゃあ出すのはお母さんや。何で自分でなんかさ一人で抱え込もうとしてるのか分からん。みんな手伝おうって言っとるやん。お前ら何しとらん。話し合いしてるから、前の先日のあの騒動。ああ、なるほどな。あの一件の話やろ俺よ。そう。あのさ、でも俺毎回遅刻しとるわけじゃないし。いやでも遅刻の数は多いんや。数は多いかもしれんけど、普通グループ YouTuber とか、まあ赤の他人やったらそこまで言わんけど、まあうちに秘めるはね、遠慮して。でも家族やと、もう全部表に出すわけよ。お前ら兄弟の喧嘩ってすごかったやん。まあ俺のこともきっかけ、いろんなことがきっかけで、あの喧嘩したやん。取っとる途中で休憩時間に友達にちょっと30分遅れるわ、1時間遅れるわって一言言っても、それくらい別にいいと思うね。時間守れんくても。あの時の泣いた顔、鼻水垂らした顔、夢にまで出てきたからね、あの晩。あの、ジョーちょっと頭おかしいね。ちゃんと、本当に違う、動画撮っとる時、じゃあ普段別人になるもんて。普段の時ってあんたってほらあんまり感情出さんやん、うん、動画撮っとる時異常やって。そう、こういう動画の撮り方してくれんと私らあんたに付き合ってけんよ。ほんで結論そこねん。俺も悪いところある。まあそれぞれ悪いところあるよ。そう、全員改善しがなあかんの。あとママ、俺思うけど、もともと声でかいのは本当昔から付き合っとるとかそうやし、ガチギレで怒る時にもうあのトーンで来るとうえ
ーってなるからそこはちょびっと押さえてくれ。じゃあ言うこと聞けば。うん、そうだよ。例えば今取るよ、休憩ありました、取るよ、お前ずーっとタバコ吸っとるの、携帯触って。まあまあまあ、それはある、それはある。携帯触って、でもさ、前も思うねん、それは。あのママもうちょっと静かな声で言ってもいいな。うん、質がいいやつ、調子が。ちょびっとだけ、うるさいん、うん、じゃあ言っていい。ほら言っていい。あんたじゃあ動画撮るときお母さん怒ってって言わないの。それは言うよ。それは動画やもん。そんなんおかしいって。あいつちょっとあいつって。多分それもやばいんだよ。お母さんそこは親父は遅刻で俺は元の根本のその動画が悪い。じゃあ、じゃあ、うん、私声出さんでいいようにしてくれる。いや違う、それか私何も頑張らんでいけ。もう そういう意味じゃなくて、何も頑張らん、頑張れ。私じゃあ何にも言わんでいいが、この代わり何もせんでいい。ご飯も作らん。いやだから、違うねん、なんか行こう。違うねんって。前言わん、違うねん。あもう話にならない。分かる、言ってること分かる。私自分が一生懸命しすぎとる感じがしてひっどいねん。もうだからワントンさげろって、そんだけ。一日中寝とってやろ、ね。なんでそういうこと言うの。俺の私生活のこと言うな。言っちゃダメ。関係ねえやろお前。こんな怒るようになったのはヤスシと結婚してからや。あ、そうなん。じゃあ結局この二人のせい。付き合うとかうるさいの。その死にかけた日の撮影の映像が残っとってんで、撮影中にその喧嘩が勃発したから俺カメラオンにしたままにしとってんで、うん、だからたまたまその喧嘩しとるシーンが全部映っとってやばいって。さすが YouTuber やなお前。撮ってるのおかしい。撮ってる感覚がなかったん。ただそのままオンにしちゃって、ま、レックを押しちゃって。あ、なるほどね。ちょっと見せて。で納豆を作ろうとしとってんね。まずな、5時に終わらせればいいと思ったらやろお前。5時やってもう5時になるってこなやん。なるって今。どうよ。だから早よして。楽いなんて。もういるげんて。カメラここにあるって。どこ。動画の時遊ぶの。だから終わってから行けばいいのや。終わってから行けって言っとったのに。5時、昨日4時に終わらせる。もう無理やって、無理やって。4時半終わらけ見えるよこいつのせいで。違ういいや、どうする。おめえのせいやるや。違ういいや、何するんだ。喧嘩すんなって。やめろ。意味わかんない。あんたね、いい加減したよお前ら。もういい、この家出てく。やめろ。当初から6時半ぐらいに予定しとけばよかった。何しとるか、何しとるんて。始めるぞ。遅れて行けってしまってんじゃ。遅れて行けばいいのに一人で。だって見たこと乗せてくるんだもんね。何だ、先行っとって言えや。言えや。顔もザイプしてよ。もうなんか信用。やめよ。信用。やめてよ。似合うと。で、ここまで見てどうやった。不良っぷ。もう泣きそう。どう。泣きそう。この時のこと思い出したらゾッとする。ちょ、りょう、いいけ。りょう。お前泣いてきた。もう泣けてきた。りょう。これモザイクしてほしいんけど。モザイクしてあげると。さすがに無理や。それとかも。やば、これドア全開してる。ほら。どうなったん。ドア全開してる。ほら。ダメしないで。あー、やめろお前。待って。早く来て。待って、壊れる。もういい、時間でいいんだよ。ゴールデンウィークなんて。一緒にやってゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク。早くしてや。早くしてや。早くして。早くして。よきや、お前。早くしてくれや。でも、間に合わんってた、間に合わんねん。もう頼む。最後も。これ誰や。これはじゃ。俺スカート履いてるっち。動画撮ってるもん。あの時スカートやったっけ。ここで外に逃げ出してしまってん、前が。それで俺が追いかけとれん。待てって。待て、やめて。俺もやめて。これガチのリアリアしな。裸足で逃げやってます。もうどうでもよくて、足の裏とかどうなってもとりあえず寮から逃げたくて。でお前から裸足で逃げたやん。そうそう、だから逃げんとけばよかったよ。あの日逃げるなっつってん。いやね、もう顔合わせとかなかった。取るってことがもう無理やった。小学生か。この家族カメでやばない。そう、外まで出てってあんなことせんて。問題なのは俺23歳で、前は21歳なんですよ。で、はい、21歳と23歳でこんな喧嘩する人います。いません、いません。この桐崎家の周りを俺と妹は裸足で追いかけてます。もう全力疾走で。早く取るぞ。早く。もうやめてよ。もうやめよ。YouTube。くそ。もうやめよ。早く。早く取るって言ってなきゃ。しばらくやめてよ。
でも怖くてしょうがなかった。早く出かけんな、私やろ、終わらさんなったしやろ。もうお前無理やと思って、取れんと思って。この時お気に入りの服だったのに引っ張られて、マジショックやった。見てください、犬を散歩してるおじいちゃんが俺らをガミします。これ近所のおじさんです。本当だ。 なぜか近所のその散歩してるおじいちゃんに向かってまあ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 って言ってる。頭おかしいやろ、完全にちょっと自分を見失っとるね。言っとるね、うん、近所の犬を散歩してるじいちゃんが通って、しばらく経ったら舞はあの家に戻ることをやっと決意してくれたって感じですね。納豆やって、納豆、納豆食うまで、納豆食って今全部消化したんだ、残りは。早く、5日も撮影や、5日撮影なんて、お前ダメだって、落ち着け。時間ない、時間ないって、時間ないって、分かったね、時間ない、ちょっと待て、時間ない、時間あるって、マイク遅れてもいいって、待て、遅れてもいいから、分かったし、待っとけって、お前ダメだって。マイクもう動画でんくなるのが分かる、今出るよ。俺は全部挑戦してんだ、やるぞ。お前これを機にマイクはもう動画出る。何や、生きるって、やめてって、何や生きるって、私そんな無理やって、また無理になる、また無理になってしまうよ、全部動けなくなるよ、なんとかしてって。俺マイク守るし、ね、なんで、ね、私無理ねって、頼む、りょうりょう、一回座らんとダメ、だってこれ延長やろ、このまま一回落ち着けて、マイク頼む、取らないぞ、頼む、もうだから、りょうりょう、お前、お前を怒らせる、今15分か、中マイクもちょっと静かにしよう、落ち着け、タンコも。これ最後ギョバ吐きかけて終わってるんで、どうですか、何がダメだ、ヤマくんの恥ずかしいね。俺が一番日やるけど、ただこれからどう改善していくかや。この映像を見てもらって分かった通り、本当に死にかけました。身体的にじゃなくて精神的に死んだ。俺は身体的にやばかったけど、走ってる時もなんか過呼吸でもう肺潰れそうになったもん。まあ、それか私絶対どっちか怪我すると思ったあの日。怪我したよ、これめっちゃ大技できた。俺もこう怪我したよ、俺も転んでこう怪我したよ。これはうちら家族の試練なのかなって思ってしまった。そうかもしれない。こいつももし YouTube で有名でなんかったらこいつ仕事してるよ普通に。なんか前世で俺ら全員悪いことした。神様がうちらに与えた試練なんやと思う。神は乗り越えられる試練しか与えない。つまりここは突破できるってことだよ。何か日本中でうちらだけよ、この家族で。日本の人口で1億人以上おるんで、うん、その中の一つの家族しかこれやってないんやよ。もしアップルウォッチつけて一昨日みたいな兄弟喧嘩したら、消費500カロリーぐらいいくかもしれんな。いや700カロリーぐらい消耗するかな。謝って許されることではないですけど、俺がしたことは。でも罪の重さを自覚していき、全力に更生に向けて努力することが自分にできる唯一の償いだと考えています。何よりも妹を思う気持ち、まあ、家族を思う気持ち、その根本的なところが俺自身欠落していたんだと痛感させられました。今一度しっかり自分を見つめ直していくわ。まあ俺も、私も悪いところは直す、うん、俺もできるだけ直す。ただちょっとすぐには直らんかもしれんけど、りょう、動画撮ってる時もうほんとそこしか見えんくなるのやめんか、うん、私はただただ普通の家族になりたいし、周りの友達の家庭みたいな、なんか普通に生きていきたいに、この争い事したくないし、もっと穏やかに生きていきたい。確かに自分にも非があったし、またこういうことがあったら私は皆さんに何の言葉も残さず去るかもしれません。それだけ覚えといてください。違う、お母さん何が心配とかしたら、あんたら外出てってやろ。あの時にね、前も後ろも見んと横も見とらんと飛び出していくと思って、車来たら引かれるやん。そういう危なさもあるげんよ。そういうことも視野に入ってなかったしね。本当に危ない状況。アドレナリンが回っとって何が起こってるかもわからんだしね、自分自身。そういう時って一番危ないんよ、うん、危ない。動画撮影中にね、怪我とかそれだけはやめ。撮影時間この時間からやってたら絶対守ろう、みんな、うん、それまでに10分前でもいいねん、用意していつでも撮影できるような準備しとこ。俺の未熟で軽率な行いにより妹を深く傷つけ、自覚が足りず後悔の申しかありません。もう本当に最悪でした。この度は誠に申し訳ございませんでした。っていうか、みんなに謝るんじゃなくて、前に謝ればいいんじゃないの。前、本当にごめん。そうや、マジでごめん。前もごめん。仲直りしろ。じゃ、ガチでこれから気をつけるから。首脳会談、うん、死にかけたらような感じやからな、俺らは。俺の喧嘩で、もう本当に何よ、23歳と20歳で。本当は危ないって、ああいう喧嘩の仕方は、うん、うん、怪我せんかとか、事故せんかとかの方が俺怖い。うん、うん、実際終わり、終わり、ちょっとマジで、ちょっと動画ちょっと休止するかもしれません。みんなバイバイ。